単脚類は、甲殻類の目の一つ。軟骨な袋エビ上目に属する。横エビ、樽回し、ワレカラなどが含まれる。1万種類以上が知られる大きなグループで、熱帯から極地まで世界中に分布する。陸上や淡水にも生息するが、大部分が海で見られる。体長は、数ミリメートルから数十センチメートルまで、種類によって差があるが、 外して小型の動物である。体は左右や上下に扁平な、やや細長いものが多いが、非常にひょろ長い体を持つ例もある。食性は種類によって異なり、プランクトンや生物の死骸、デトリタスなどを食べるが、他の生物に寄生するものも多い。一方、敵は四方動物や魚類、鳥類など多岐にわたる。食物連鎖の飼いながらも、 生物の死骸や糞を食べる分解者として、また他の動物の餌として重要な位置を占める。人間にとって直接の利用価値はほとんどないが自然界で果たす役割は大きい。淡水や旋回域に算するものは体長が数ミリメートル程度で1センチメートルを超えるものは大型とされる。深海港に生息するものは 体長2から3センチメートル程度までの大きさが多いが体長2 8センチメートルのものも発見されている。頭部は胸部の第1節内し第2節まで融合するが、肺甲は発達しないので、ほとんど体全部の大切が背面から見える。腹眼は柄がなくて体に対して小さく、深海や地下水に住む種類では退化している。 頭部には二体の触角があり、胸部の足は二体の顎足と五体のふわしからなる。それらの胸足は、外しをかき、単純なふわしの形をとる。腹部は三節からなる五体部と三節の微部に分かれる。しばしば性的蓋なりを示し、代表的なものでは、オスの甲足は、セミの幼虫の前足のように太く発達することがある。クラゲの宮および割れから類は、例外なく、 海洋に生息する。横エビ類は海洋に限らず、火星や故障、地下水系、陸上にも進出している。ハマトビムシの一種タリトラスソルタとはクラゲの実の一種、我からの一種パー・イアンバス・ティッペカス・横エビアモク、ガンマリデア100近いトガが知られ、単脚類の中で最も多様化したグループと言える。海域はもちろん淡水域や湿った、陸上、地下水など、 あらゆる環境に適応している。主に定性の自由生活種だが、規制、強制するものもある。クラゲの実モクハイパーイデアクラゲの実や、タルマワシなどが分類される。クラゲやホヤなどに付着し、規制生,生活をするものがある。我からは木、コリハイイデアほぼ解散で、岩場の海藻や流れもに捕まって生活する。体は細長く、5センチメートル以上になるものもいる。 藻類に擬態しており、見かけは昆虫の七節に似ている。インゴルフィエラー目イングルフィエライデア細長い体型をしている。海水、気水に生息するが地下水にも住んでいる。蒸気は伝統的な分類体系であるが、2000年代からローリーメイ,イヤーズによって分類の見直しが行われている。2013年。 横指亜黙の一部と我から亜黙を合わせた、先手高だった亜黙が設立された。また、2017年には、横指亜黙、ガンマリデアが消滅し、サダンアルフィアライディア、コロマスタガディア、ハイペリアプサイディア、アンファロイディアの4亜黙が設けられ、インゴルフィエラ亜黙が目に昇格となっている。ありがとうございます。